リンゴ酢プラスビオフェルミンダイエット始める前に見てくださいね。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今話題のリンゴ酢プラスビオフェルミンダイエット、このダイエット法の痩せるポイントご存知ですか？それは腸内環境を整えて痩せ菌と呼ばれる善玉菌をいかに増やすことができるかというのがポイントなんです。そこで今回はこのダイエット法でどうやって痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やして根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるのか、その具体的な実践できる方法をお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。では目次です。1. リンゴ酢足すビオフェルミンダイエットのダイエット効果について。目次2. このダイエット法について知っておいていただきたい注意点。目次3.ダイエット効果の高い簡単にできる痩せるおすすめレシピ、この順番でお話しします。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体も健康で綺麗に痩せる女性を増やしていきたいなって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただきましてお役立てください。では目次1です。リンゴ酢プラスビオフェルミンダイエットのダイエット効果を分かりやすくお話します。このダイエット法の痩せるポイントはズバリ、あなたの腸内環境が整うからなんですね。痩せる理由は痩せ菌と呼ばれる善玉菌がとにかく増えるからなんです。例えば分かりやすく伝えるとこういうことなんです。痩せ菌と呼ばれる善玉菌っていろいろ種類があるんですよね。そこでもしあなたがこのビオフェルミンを摂取するするとどうなるか。ビオフェルミンにはたまたまこちらは新ビオフェルミン S 錠を出しましたけれども、いろいろ種類がありますからね、それぞれ入ってる菌が違います、成長剤で。ただこのものでしたら、例えばビフィズス菌、フェーカリス菌、アシドフィルス菌というこういった善玉菌が入っている成長剤になるんですよね。でこれを飲むだけではなかなかこの善玉菌たち増えないんです。なぜでしょうか？それはですね、私たち人間と一緒です。やはり生きていくためには食べ物を食べないと餌がいるわけですよね。動物もそうです。そうした時にこの純リンゴ酢に含まれる酢酸っていう成分を一緒に取ってあげると、この酢酸が簡単に言うとこの善玉菌たちの餌となって、お腹の中でどんどん善玉菌を増やすことができるんですね。この相乗効果があるからこそダブル効果で痩せる痩せ菌を増やすことができる、こういったダイエット法なんです。なのでこのダイエット法の最大のポイントは、あなたの腸内環境を整えて痩せ菌と呼ばれる善玉菌をいかに増やすことができるか、そのことで腸もしっかり動くようになりますから一石二鳥ってことなんですね。では目次2つ目はこちら。このダイエット法の注意点ということで、実は私はですね、このリンゴ酢プラスビオフェルミンダイエット法はしていないんですよね。ですのでもしあなたがまだ始めていなければ、始める前にこれだけは知っておいていただきたいなっていう注意点がありますから、ぜひ受け取っていただきたいと思います。それは何かと言いますと、大事なのは無添加であることなんですね。残念ながらビオフェルミンには添加物が入っています。ビオフェルミンの種類によって添加物多少違うんですけれども、私が現在調べた中でこちら先ほどの S 錠の方ですねに入っている添加物を確認しますと、やっぱり残念なのは白桃だったり他等々ですね、やっぱり添加物結構な数は入ってるんですよね。私たちは添加物大国ということでですね、やっぱりなかなか完全無添加の生活ってできないですよね。私だってそうです。だからこそ私たちが賢くなる必要があって、やはり加工食品溢れてますね。そういったのを食べてしまうと、あなたがどんなに食事量制限したとしても、運動頑張ったとしても、あなたの味覚自体がもう異常になってますから、太るものが食べたくなってしまうんですよね。注
中毒症状が起こると言われています。こういった化学調味料だったり人工甘味料だったり、また白砂糖なども中毒症状が出ますから、やっぱりですね、なかなかやめることができないっていうのはあなたがお悪いのではなくって、もしかしたらそういった添加物を取りすぎている可能性がとっても大きいんですね。しかもこういった添加物取り続けますと内臓の働きも落ちますよ。内臓だってね、休みたいんですね。なのに日々添加物が入ることで一生懸命分解するのに疲れてしまってですね、動きが落ちてしまうと、あなたの代謝もバック下がり、そしてなかなか痩せることができないっていう、こういった負のスパイラルへと入ってしまう可能性が大きいんです。なので私がこのリンゴ酢足すビオヘルミンダイエットをしない理由は、まずはビオヘルミンが残念ながら添加物が入っているからっていうことなんですね。それが一つ。そしてもう一つあるんです。整腸剤だけでは食物繊維が取れませんということで、腸ですね、いかに元気に動かすためにはやっぱり食物繊維、他栄養がとっても大事なんですね。ですから整腸剤とリンゴ酢だけ取っていても食物繊維やタンパク質は取れません。やっぱり私の思いとしては、天然のもの、無添加、ありがたいなって、美味しく美味しいって食べること、幸せを感じながら、そうすると幸せホルモン、セロトニンも出ますし、やっぱり腸にとってもそういった幸せホルモンを作るためにはきちんとした体にとって優しい食べ物が一番だなって実感として思っています。なので今回お伝えしたかったこのダイエット法を始める前の注意点ということで、無添加であることがいかに大切なのかということを知っていただきたいなって思いを込めて動画配信しています。では目次3つ目です。リンゴ酢足すビオフェルミンダイエットの代わりになるダイエット法、私が提案しております腸活ダイエットのおすすめレシピがあります。こちらは材料と作り方、お話これからしますから、ぜひ最後までご覧くださいね。このレシピの痩せるポイントはズバリ、材料が全て発酵食品だからになります。この発酵食品の中に痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがたくさん入ってます。餌にもなります。なので毎食必ず発酵している食品を積極的に食べることで、リンゴ酢プラスビオフェルミンダイエット法に置き換える健康的なダイエット法になりますから、ぜひチャレンジしてみてください。ではそのレシピはこちら、リンゴ酢納豆味噌汁になります。もう超簡単、もちろん材料は全部無添加でお願いします。お一人分の材料はこちら、無添加の具だくさんの、例えば季節のお野菜だったりお豆腐だったり、そういった具だくさんのお味噌汁を1杯分準備しましょう。そしてそこに国産大豆でできた納豆1パックということで、すっごく大事なポイントがありますよ。この中に入っているこういった化学調味料がいっぱい入っているタレは絶対に使わないでくださいね。そして最後にこの純リンゴ酢ですね、大さじ1。もう材料はたったこれだけです。痩せるポイントはこの材料の組み合わせなんです。この納豆に含まれる納豆菌と味噌に含まれる乳酸菌、この組み合わせが最強にあなたの腸内環境を整えて痩せ菌たちを増やしてくれるんですね。この納豆菌が代謝する物質を乳酸菌が餌としてバックバック食べてくれるから、腸内環境を効率的に整えることができるんです。そこに加えて純リンゴ酢ですね、こちらも完全無添加ですよ。原材料が国産リンゴ果汁 100% のみでできた無添加のリンゴ酢選んでください。でこのリンゴ酢の当初冒頭でお伝えしました酢酸ですね、この効果でもうトリプル効果です。ぜひこの味噌汁毎日召し上がってみてください。さあここまで動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの腸活ダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ体重が落ちましたっていう方がたくさん出ていらっしゃいます。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の女性の方の心と体のケアをした経験から、具体的な腸活ダイエットの方法動画4本を今 LINE にて無料プレゼントしています。受け取り方法は概要欄にリンクが貼っておりますので、ぜひ LINE 登録をして受け取ってくださいね。
今回の動画の大事なポイントまとめになります。あなたは無添加の自然な食品ですね、善玉菌がたくさん入っているものを召し上がっていただくことで腸内環境が整って痩せ菌が増えて痩せることができます。今回お伝えしましたレシピでもいいです、まずはできることからで OK、 ぜひ続けることが大事です。楽しく美味しくトライしてみてください。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べてみたっていうねご感想、またはあなたのオリジナルのおすすめレシピなどありましたらコメントいただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけのお話です。今回ご紹介したレシピですね、混ぜるのが苦手っていう方は、例えばリンゴ酢納豆にお味噌汁を別々で召し上がってももちろん OK です。また納豆はぜひ国産大豆 100% でできたものを選んでくださいね。天ぷらのタレは化学調味料が入っている可能性が高いので NG です。私は最近ひき割り納豆がお気に入りです。粒もいいんですけども、ひき割りになっていることより発酵が進んで栄養価が高いとも言われています。おすすめです。